単独イベント開催します。どんなディフェンスしてんの。ちゃんと普通に着てるで。おじいちゃんの肌着じゃないよね。違うよAJ ユナイテッド後ろ向きゴールキーパー PK 対決ということで、はい、見てください、壮大なピッチ。なんでご老人がここにおられるんですか。お前俺もご老人だと思うか。リハビリとか。リハビリじゃねえよ。あ、そうなんですか。僕ちょっと今から撮影なんですけど、はい、一緒にやってもらってもよろしいですか。お前それをご老人にやらせるとしたら結構だぞお前後ろ向きでということで今回の企画なんですけども、キーパーは普通正面向いて止めるじゃないですか。後ろ向いて止めます。え、ちょっと待って、蹴る側はさどういうボール蹴んの。弾丸よ。もちろん、うん、頭って一番危ない部分なんですよ。だからもし頭に当ててしまったらマイナス1点つきます。いや、そこがねちょっとリスクがあるので、まあもちろん浮かした方が入りやすいと思うんですが、まあそこリスクを負ってもいいよと言うだったらガンガン浮かしちゃってください。そのマイナス1点のリスクプラスさらにあの乱闘騒ぎとか起きる可能性があるから、そのリスクもあるわけよ。じいちゃん持ち上げてどっか飛ばされる可能性あるかな。ということでね、はい、このピッチはね龍南フットサルパークさんが完全貸し切りで貸していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、概要欄に載しとくんでね。そうですね、ぜひ使ってみたい方は使ってみてください。じゃあやってみますか。行きましょうか。チャレンジスタート。さあそれでは、はい、やっていきますか。行きますか。最初はグー、チョキ、ほい。どっちで行く？これさ、これどっちで行く？受けたい、先に。怖い。なんか先に受けときたい。俺、高校で行きます。やばい、これ。さあ、行くぜ。え、ちょっと。はい。だって、どんくらい来るかも分かんないもんな。じゃあ、行きます。はい。よっしゃ。いや、まずはね、いや、まずはさ、それはちょっと、いや、だけどビビった俺、いきなり弾丸来ることもちょっと考えてたから。だけど俺もう正直にどっち来るかとか全然分かんなかった今。よし、来い。いや、音で分かった。音で分かる。バウンドしたから分かった。弾丸でいきますわ。いくよ。ポストにやらた。あ、ポストで、頭の高さもいかない。そうそうそう、ちょうどのとこね。なるほど。いきます。うわうわうおー、怖っ。おっしゃ、マジかよ、あぶんな。今、風通ったんだけど。いや、思ったより上がっちゃったボールが。恐怖でしかない、あれが一番怖いんだから。いきます。はい。うわ、今のは怖い。ここ、ここだな。いや、ああ、よし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 。いや、俺からすると、本当におじいちゃんありがとう。一緒にリハビリ施設行くか。え、いいよ。何がいいやね。いいよっていうか、今リハビリ中なんだから。お前リハビリ中のやつにシュート蹴り込むやつがいるかよ。ただおじいちゃん寝巻きできたんだよね、今日。なんで寝巻きで来たんだよ。これ寝巻きじゃねえ、これ。俺らのやつじゃ。販売してるんでね、ぜひあの概要欄から飛んでみていただければと思います。こりゃ買わねえよな。あ、ちょっと待った。まだ後ろ向いてないか。よ、4問目裏。独特な後ろの向き方だな、それ。ゴー。これが多分5で。5で今2決めてるね。あれ表情も注目だからな、向こうからの絵。あ、バッチ来い。そんなバッチ来いか。あ、あれバッチ来いやん。行ったるか。
いよ、それ。あれ、怖っ。ヘッドショットいきます。あ、やめて、荒野行動みたいに言うの。おい、頭動かすな、ちょっと。いきます。すげえ作戦考えついたんだけど、今。見てろ。ないないない。忘れたか？7後半ここは決めなかないと。次8本目ね。一番音なんないから。しかもさ、ループでいくかよ。おいおいおい、これループがこれ鍵。あ、ループか。いや、行くぜ。うわ、いいのか、そんなガラ空きにしといて。おい、じゃあこれもう9本目だよ。ヘッドショット1回見たいよ。が決める。おい、もうあと2本ヘッドショットかますしかないよ。そしたら面白くはなるけどさ。え、だってもうこれ10本目よ。リハビリ中申し訳ないんですけども、はい、終わりましたよ。じゃあ後ろ向きでやって決めたら同点で延長で OK です。おー、よし、行きます。練習です。やべ、絶対今足当たったと思った。オッケー、ちょっと揃えた。スーパーブみたいなかかったかも。マジかよ。オッケーオッケーオッケー。後ろバーサス後ろ行く。後ろ行こう。これ一番訳わかんないやつね。多分コロコロだと思うんだよ。え？え？後ろ足らしくない速い球来たんだけど。うわあ。行きます。どんなフォーメーションしてんだろ今。どんなディフェンスしてんだろ。おっ、入った。よーし。マジかよ。うわー、せっかくもらったチャンス。角度完璧、いきます。もう一回後ろ向きバーサス後ろ向きやらせてもらっていいですか。怖そうだけどやりますよ。ちょっと面白い蹴り方を思い出したんで、いきますよ。はい。後ろでそんな球威出る。うわ、今ね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 、やばかった。はい、ということで見事ね、おじいちゃんのリハビリにはいや、もってこいだったよ。適度な運動って感じでしたわ、うん、ということで、この動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。あ、こんにちは。こんにちは。この動画投稿の、いわゆる収入だと生計は立てれてます。例えば月に、まあ、どのぐらい、もしくは一つの投稿でどのぐらい。来たね、ついに。